どうも、あさきです。本日の動画ではですね、じゃじゃーん、こちらですね、HGLRC さん、これですね、というメーカーさんのパロンという機体の ELRS2.4GB バージョンをバングッドさんからご提供いただいたので、ちょっと設定とレビューをしていきたいと思います。で、こちらですね、開けるとこんな感じで機体が入っております。で、こちらの機体なんですが、残念ながら 100g 以上ある機体になっております。というか、まあ、バッテリーつけたら 100g 以上になっちゃう機体になっております。なので、航空法の対象になってしまいます。なので、この機体を外で飛ばす場合ですねは、まず機体登録をして、でプラス、リモート ID というのをつける必要があります。ただし、まあ、室内で飛ばすだったりとか、リモート ID 免除の条件もあるので、そういった条件をクリアすれば、外で飛ばす場合は、まあ、機体登録さえすれば飛ばせるようになります。とは、まあ、もちろん電波法の観点では、VTX の開局手続きは必要だったりといったところはあります。リモート ID なんですが、これの、免除される条件ですねが3ケースありまして、1つが、あ、これはもうできないですね、2022年の6月9日までに登録した機体であれば免除されます。で、2つ目が安全確保措置ということで、飛行を監視する補助者の配置と区域の範囲の明示などの措置を講じた上で行う飛行の場合は免除されます。で、3つ目が、係留飛行ということで、十分な強度を有する紐などで係留して行う飛行の場合は免除されますと。で、まあ1番はもう無理ですし、3番も FPV 紐つけて飛ばすって現実的ではないので、1番3番はちょっと無理かなという感じで、で、2番ですね、安全確保措置をした上で飛ばすっていうのは結構現実的な措置になります。ではですね、この安全確保措置っていうのを講じて、リモート ID なしで飛行させるにはどうしたらいいのかっていうところなんですが、そのためにはリモート ID 特定区域の届け出というのを出す必要があります。で、リモート ID 特定区域とはですが、リモート ID を搭載してない機体と、その機体が飛行する場所を事前に届け出ることによって、その機体と飛行場所に限ってはリモート ID の搭載が免除される制度というのがあって、で、この時届け出を出す際に一定の安全確保措置を講じる必要がありますと。そのため、リモート ID 特定区域の届け出を出すイコール安全確保措置を講じているといったようなところをクリアできるということになるので、リモート ID が免除されるといったところになります。では早速こちら製品紹介見ていこうと思います。で、こちらが HGLRC のタロンですね。で、これがアナログバージョンと DJI O3 バージョンがあるんですが、私はアナログバージョンですね。こっちデジタルになっちゃうのでアナログバージョンを選びました。で、受信機はこれ ELRS の 2.4GHz のものですね。で、特徴としてはクラス A モデル、エアクラフトレギュレーションで、重量が96から137だよと書いてあるんですが、これは多分海外の一般的なその法規制に引っかかるレギュレーションって 250g 以上か以下かで、日本では 100g で、 100g 以上だと航空法対象だったりとか、もう 100g で分かれてるんですけど、海外では一般的に 250g で規制引っかかるかどうかっていうところ分かれてるので、まあおそらくそのレギュレーションより軽いということが書かれているのかなと思います。ただ日本じゃちょっとね、あまり出ないですね。悲しいとこです。で、次が独立した VTX システム。ここに多分 VTX がいて、こう分かれてるよって感じだと思います。なので、こちらの機体、開いてみて VTX どんな感じでついてるか見ていこうと思います。ちょっと外してみようと思います。おー、こんな感じですね。パカーンと。これ、この下のところに VTX がついてるんですけど、カメラのコネクターと、
ここ、VTX もコネクタでつながってますね。なんでこの2箇所のコネクタ外せば、こう パッと、まあ、アンテナもちょっとこんな感じでこれつながってるんですけど、外せばこうパカッと開くことができます。なのでもう VTX がここにいて、かつコネクタでつながってるので、映像を出したくないとき、VTX 出したくないときはこのコネクタ外しちゃえば、アマチュア無線なしでも目視とかで飛ばせる、まあそういう使い方なのかわかんないですけど、といったような作りになっております。面白いです。で、あとは統合された ELRS2.4 の受信機ということで、これ、ELRS の受信機のチップが FC に入ってるので、受信機と FC が一体型になってるよと。なんでまあまあ軽量化に寄与してますね、というものになります。で、あとは GoPro を簡単につけれるよっていうので、こうなんかこうくるくるつけれるようなのありますというのと、あとはセットでこのマウント、ムキプロマウントがついてたので、で、ここネジ穴もあるので、こうつけて、封殺機としてすぐ飛ばせるよと、いったようなものになります。あとは、機体見て思ったのが、結構ですね、こんな感じで、テープが、いろんなとこに貼られてやってきました。こことかもですね。で、これ、何が書いてあるかというと、例えば、ここに書いてあるのが、ELRS の受信機のインディケーターライト、グリーンライトがここにあるよって、ここに、このシールに書かれてます。だったりとか、ここにマイクロ USB があるよって書かれてたりとか、アナログ VTX ボタンって書かれてるんですけど、が多分ここにあるのかな?開けたらまああるのでしょう。だったりとか、こうシールで教えてくれてるっていうのが、ちょっと面白いなと思いました。で、あとは同梱物入ってるものですね。プロダクトリストで、まあ機体、こいつ本体、1機入ってますと、あとは予備のプロペラ、順番のプロペラが4枚入ってますと、あとは TPU のアクションカメラマウント、さっきのやつですね、カメラマウントが入ってるのと、ピンスタック、これちょっとわかんないですか。で、あとはバッテリーベルトが2本ですね。これもともとついてるのと予備で1本ついてきます。で、あとこれはまあ O3 用なので、こちらにはついてないです。あとがこれ予備ネジですね、が 1,2,3,4 本とナット、あとはステッカー1つと、インストラクションカード1つと、QA パスラベルは、多分機体のどっかに貼ってあるのかな?うん、どっかに貼ってあるのでしょう。ちょっとパッと見当たらないですね。はい。という、中身になっております。ではでは、早速設定していきたいと思います。で、設定なんですが、ここですね。マニュアルの QR コードがあるので、これを読み込むと、こんな感じのマニュアルのページが出てきます。今、中国語っすね。で、こういうの大抵下の方に英語版があるので、お、これじゃ、あ、ですかね。英語版。これに多分、バインドの仕方とか書いてあるのではなかろうかと思います。まず、バインドですね。バッテリーを、素早くパワーオンオフ3回するとバインドしますと。ELRS レシーバーインジケーターが赤になって2回チカチカ光りますと。で、ELRS レシーバーは、バインドモードになったと。2回チカチカ光ったらバインドモードに入ってるということですと。で、プロポの方の ELRS、あ、これ OpenTX のプロポの場合ですね。で、まあ、バインドボタンを押してバインドせよと。これは、バージョン3なのか、ちょっと心配ですね。まあバージョン3だと信じてやってみようと思います。で、バインドしたら、ELRS の受信機インジケーター、ここが緑になると書いてますね。そしたらバインド成功です。はい。で、まあカチカチカチ3回して、バインドモードにして、プロポもバインドモードにして、繋がるのではということですね。で、これは ELRS じゃないから。スルーして、
てベータフライトの設定、これは ELRS は内蔵レシーバーなのでやらなくていいかな。でアナログ VTX セッティングは、まあこの辺は普通ですね。チャンネル設定して、プラプラ確認して、でこれはマウントの付け方ですね。でアフターセールス、おなのでこれ見る限り結構簡単にバインドできそうな感じです。なので早速やっていこうと思います。ではバインドしようと思います。でこれ2から4セルバッテリー対応なので、まあ、2から4セル、これ4セルです。バッテリーだったら何でも大丈夫です。でここが ELRS のレシーバーのライトなので要チェックですね。いきます。1、2、3、あ、これ緑のランプがチカチカしてますね。赤じゃないです。でこれはアームオンオフのライトなので赤は関係なくて、イーラレスはこれかな、位置的にもこのチカチカ、緑のチカチカかなと思います。でプロポの電源入れました。でプロポバインドモードにします。カチカチカチ、おつきました。多分バインドできたのかな。ちょっとミスあった、なんかバインドできたっぽいです。ちょっと撮ってみよう。お、チカチカしたんでバインドできてるっぽいですね。無事バインド完了です。よかった。データフライトの設定ですね。これはマイクロ USB をこれですね、にこう挿します。でこっちパソコンに挿します。で接続します。お、反応してますね、ちゃんと。で見なきゃいけないのが、受信機ですね。でプロポ電源入れます。で新しい機体なので、プロポもモデルを新規で作った方がまあいいですね。でモデルの作り方は私の他の動画でも説明してるので、こちら参考にしてもらえればと思います。概要欄にどの動画かは貼っておきます。でまあモデル作ったと仮定して、プロポ動かすとちゃんとベータフライトも反応してますね。でスロットル入れした、秒入れした、で値がおかしくないかですね。ピッチ上下、ロール上下ですね。でこの上にした時の2003っていう値がこの1900より上になってることと、下にした時の1000っていうのが1050よりも下になってること、なんでこの上下、スティック動かした時の上下がこのスティック低中高を挟み込むような形になってることを確認してください。そうしないとちゃんと動かなくなっちゃいます。で次モード、モードでまずアームスイッチ、私はここなのでこれカチッってして合ってますね。でアングルが、一旦これ保存して、これです。あと OSD ももう自分の好みで設定してください。で保存します。 FX は私は F1 が好きなので、こんな感じですね。であとは念のためディフォルトダンボールを取っておきます。はい、ではございますね。はい、でこれで外部に保存ですね。でモーターもですね。でこれが基本的にはプロペラ外してチェックしてください。バッテリーをつなぎます。で、これですね、ディスクをなんちゃらにチェックを入れて、一番モーターですね。はい、大丈夫そうです。で、2番モーター。あ、合ってますね。で、3番モーターですね。これも合ってますね。で、4番モーターですね。はい、これも合ってますね。OK です。これで、一旦簡易的な設定は OK です。ではちょっとバッテリーつけてアームするかだけ見ていこうと思います。で
プロポ電源入ってます。バッテリーをつなぎます。まずブザーが鳴ります。アームすると、おお、こんな感じ。結構力強いです。で、アームこれオンオフすると、ここ赤から、でオンにすると緑に変わります。室内とかの空撮でもまあまあ良さそうですね。このサイズ感的に厨房よりも一回りちっちゃい感じ。まあ2インチなので、こんな面かな。お、なかなか良さそうですね。ちょっとこれまた飛ばすのが楽しみです。ちなみに SMO のこのカバーですね、こんな感じで、ここなんと止めれそうなこの出っ張りがあるので、これにこうですね、ここカチャッとつけて、でねじ止めしていくという形でつけることができそうです。で、ちょっとこの機体飛ばしてレビューもしたいなと思ってたんですけど、ちょっとですね、最近ゴタゴタしており、飛ばしに行く時間が全くないので、今回の動画ではこの場でちょっと飛ばしてみて、でまた次回ですね、飛ばすタイミングがあればレビューしてみたいなと思います。で、こいつですね、 SMO ちゃんとマウントつけることができて、でここにあとはネジで止めて、でこれバッテリーにつなげば空撮録画もできるといった感じになります。ではちょっとですね、こんな感じか簡単に飛ばしてみたいと思います。最初は4000の 850mAとのことだったんですけど、今回は 450mAですね、の比較的軽めのバッテリーを乗せてみます。こんな感じで乗せていきます。ちなみにこれで 177g ですねになってます。バッテリーを外すと 123g ですね。ほい、で電源入れてつなぎます。で、映像もちゃんと映ってます。ちょっとこのサイズの出っ張りの感じで出っ張りをしてます。お、あ、音は結構静かですね。おお、あ、でもだいぶ安定してます。しやすいですね。おお、よいしょ。ちょっと飛ばしてみた感じ、結構ずっしりずっしりというか、しっかりして安定して飛ばしやすいなという印象でした。なので室内撮影だったりとか、まあこのフープもついてますし、安全に綺麗な映像が撮れるんじゃないかなという印象でした。で、外でも結構ガンって飛ばしてみたいので、それはまたやってみたいなと思います。ただフリップとかはやっぱりこのダクトフープがついてるので、結構難しいのかなという印象ですね。まあ、また外でもちょっと飛ばして、どんな感じか試してみたいと思います。それでは今日の動画はこの辺で、バイバイ。